聖家とは、聖霊の働きによって人間が、罪から救われ、神の生成に預かり、聖なるものとされること。プロテスタントでは、キリストの和がないにより頼んで、義とされた信仰者が、聖と義との神のご像に変貌されてゆく、天気をも含む過程である。カトリックでは、聖気を死という。ローマカトリック教会で教えているように、ハギア像は、性別するの意味があるが、 時代が進むにつれて、ハギア像に相当する、ヘブル語は、純化するという意味も帯びてきた。ハギアスモスは、聖歌と訳されるとともに、ホーリネス、生命とも訳されている。前者のように翻訳する場合は、聖とする過程に強調点が置かれ、後者のように訳すときには、聖とする過程の結果、そこに生じた清い状態に強調点がある。ハギアスモスの語は、 この双方の概念を含む。人にとって、性は、性か、性とする過程の結果生じた状態であるが、神の性は、本質的なもので、ハギアスモスではなく、もう一つの土計語、ハギオテースによって表され、区別されている。性化は、障害的な過程であるが、ジャンカルバンの進学を発展させた、改革発信学では、その過程は、地上では終わることがなく、 肉体の死をもって完成されると説く。また、ルーテル神学では、精霊の働きにより、キリストに伴い、人の力では全く近づくことのできない賜物を、受けさせることを成果という。それらに対して、成果の過程を重視しつつ、その途上のある一点に、瞬時的な、全的成果の天気的な経験があると説くのが、ウェスレアン神学である。ここに、全的とは、 ジョン・ウェス・レイの徳、キリスト者の完全における、完全同様、限定的な意味合いにおいてであって、瞬時的な経験を持って、清めに関するすべての問題が解決するのではない。その後にも、成果の過程は継続するのである。全敵とは、アダム以来の課題である、生来の罪の腐敗性、肉の性質、罪が、 清められた人の心中から放逐されたという意味において、アダムの多罪との関連において、その影響感化を考えるとき、全敵なのである。近年、この全敵、前期との語が誤解を与えるとの理由で、天気的なき嫁を、全敵成果、エンタイア・サンクティフィケーションと呼ばず、実行的な成果、エフェクティブ・サンクティフィケーションと称する、聖書学者も出てきている。 人の罪へ傾く性質は、生来の腐敗性から来るのみならず、その個人の過去の生き方、さらに、気質といった面を含めるならば、家系といった家族的な過去にも関わっているとされる。この面での罪への傾きやすさを、アダム以来の人類の罪への傾きやすさ、生来の罪の腐敗性へと区別して、取得された罪の腐敗性へと呼ぶ。全進的成果の過程は、 この校舎がもたらす課題の成果に関わることであると理解できる。それは他の表現を用いるならば人格の歪みからの清めであり、キリスト教信者が愛においてイエスキリストの身の丈までに成長するまで信仰に応じて継続的になされる精霊による号である。この面での成果は障害的なもので地上において完成されることはない。 ウェスレアン神学における成果論の特徴は、この過程と天気的経験との釣り合いにある。ありがとうございます。